違うし。パーカーめちゃくちゃ可愛いですよね。そう、僕も思ってました。このパーカーめちゃくちゃ可愛いです。私前髪作れないから。体育の時アウトです。風吹いたりしたりする。こっちでもやる。え、ありがとう、かわいいってケンちゃんが。ありがとう、ルッピー。え、かわいいってコメントついてるよ。何か言ってきてください、しっかり。何かを書いてる。今回はですね、レジットのメンバーのエナが作品を作ってるんですけど、彼女は本当にロッキング、ね、ロッキング、ロックダンスっていうダンスで本当に海外の大会とかでも優勝したりするメンバーなんですけど、彼女がですね、本当にシーズン2021の時に作品を作って、ロックのダンスだったんですけど、それが、本当にいい作品だったんですけど結果が出なくてですね、今回のシーズンでまたリベンジだということで非常に燃えていた作品です。ロックの本当にド直球というかですね、ロックダンスの力強さだったりとか細かさっていうのを本当に存分に詰めて、ストーリー性とかは特にもう排除してですね、本当ダンスの素晴らしいところを詰めたので、かなり見応え十分な作品なんじゃないかなと思います。はい、今回ラウンド5の作品のテーマはこれというテーマはあんま決まってないんですけど、レジットは今までその静かで綺麗な作品が多かった中で、今回のネタは結構パワフルで勢いのある作品になってると思います。はい、で今まで自分たちもうすぐ今回で1周年を迎えるんですけど、 D リーグが今までの作品の中で一番疲れるネタで、こんなつもりで作ったんじゃないんですけど、気づけばもうみんなヘトヘトでしたね、すべてのリハーサルは。今回の衣装は、今回も引き続き文化服装学院の皆様に作っていただいたんですけど、こちらはですね、エナとソラの衣装だけこういうジャケット型になってるんですけど、ジャネット・ジャクソンの、いや、エナット・ジャクソンの、リズムネーションっていう MV があって、それにすごく私はインスピレーションを受けたので、この衣装を着てあのステージに立ちたいって思ったので、これをそれをモチーフにしてこの衣装を作っていただきました。完璧です。今日撮ってきた女子。どこで撮ったの？そこのゲーセン。モンスターとかしまって、調査もドールも撮ってみましょう。うちいちだとカメラ広角だから、はい、多分ほぼ俺と撮れちゃう、映んないくなっちゃう。だから 1.5 まで出ちゃってます。
昨日真ん前から撮ってる。はい、ザス。それで 1.5 まで行きましょう。ザス。はい。マジでやばいよ。円形するときに自分の位置がここやったらここに置くと、まあ、間に合うから近くに来てください。はい、になった。そう、パキぐらいじゃ止まれてないから、パキパキのキのちっちゃいツーまで。はい。細かいところまで行ってるから直してなかったらただじゃおかんぞ。ただじゃおかん。一番気になるです。なのでパキパキでお願いします。はい、はい、腕サポーします。止まる。続いてはサイバーエージェント歴言ったらさせていただいて、でここから6人で組み合わせるので、はい、ここにフォーカスしていただけると嬉しいです。はい、ここからもう全員画面いっぱいで、じゃあ進んじゃいましょう。せーので、タタ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 タ、はい、で起き上がって起き上がって起き上がって、で集まってきてストンプが始まります。が言ってるから絶対にいける。疲れます。足上げるとかジャンプするとかは多分個人的に得意っていう方、なんかあんまり苦じゃない人なんで、だけど想像してはやっぱり今日のネタは結構きついです。前回の翔くんのネタも、いろんなジャンルが入ってたんで、そこの部分ですごい疲れたけど、仮になんかちょっとメローな曲とかでやってた次のラウンドでこれってなってたら多分相当無理だった。やばい。あー、めっちゃついてる。限界。終わってからでしょ。終わってから。なんでだろう。でも結構みんなとセッションってますね。なんか半分遊びがてらみたいな感じで。
教えてもらったりとか、あとは結構見よう見まねでもともとやってたりとか、あとオフシーズンの時に結構エナにウェットティッシュ教えてもらったりとか、そこにあるんです、して結構みんなに質感を忘れるようにしました。なるほど、ありがとうございます。めっちゃ真面目ですよね今。小鳥がやってあげてる。あ、なんかどこか。おっと。オープニングあれの方がいいね。え、あれの方がいいですか？あれの方がいい、ね、オッケーです。それでみんなの気合が入るんやったらやる。普段頑張ってるのを分かってるからこそ、こう旗からステージ見れてなんか感動しました。すごい嬉しい気持ちになりました。はい、今日はまず終わってホッとしてます。この短い期間の中でエナがディレクションしてくれて、
やっぱりエナの振りってすごくこう自分たちの気持ちの奥底がこう解放されるというか、なんか感情がむき出しにできるなるっていうすごく気持ちいい作品だったので、もう全然悔いないです。本当にエナにはありがとうって言いたいです。はい、そうですね、次のラウンド6、前半戦折り返しラストになるので、しっかりそこも、ちゃんと締められるように、自分たちこれからまたすぐに練習を積んで、素晴らしい作品を見せられるように頑張りたいと思います。